はい、どうも、虎吉の無課金ハオーロードオリックス純正編です。今日で6インが、964日目ですね。はい、現在2022年7月29日の、16時17分なんですけども、今回はですね、契約書の方をねちょっと開封したいなと思います。はい、ゴールド契約書5枚と、あと A ランク契約書ランダム3枚と、あと S ランク確率 10% 契約書1枚ありますんでね、この合計9枚の契約書を開封して、まあ、オリックス純正強化できればなと思ってます。はい、その前にですね、今日からタイムスリップ第4弾来てましてね、イベントはまあバッティングトラベラーなんですけども、このオリックスは、中島監督でしたね。はい、守備が保守 C、 弾道中弾道ミート65、パワー68、走力68ということで、まあ、パワー走力同値の、ね、選手なんですけども、まあそうですね、欲しいっちゃ欲しいんですけども、今回は、まあ、ガチャをせずに、バッティングトラベラーの累計ね、まあ、TS33% なんでね、可能性はかなり低いですけども、まあ、それにかけようかなと思います。はい、まあ、一応ね60年したらね確実に取れるんですけどね、エナジーもあるっちゃあるんですけども、まあ次のね次に備えようかなと思います。はい、今回はスルーしてね次に備えます。はい、それでは、契約書開封したいなと思うんですけども、まずは A ランク契約書3枚からいきますね。1枚2枚で3枚ですね。はい、オリックスの選手ぜひ来てほしいです。いきます、お願いします。オリックス来い。さあ3枚中1枚ぐらいは来てほしい。オリックス来い。加山選手、ソフトバンクですね。はい、オリックスお願いします。バレラ選手来た。すごい、バレラ選手これで3枚目です。いやーすごいな、バレラ選手ね、なんかちょこちょこ来るんですよ。嬉しい。はい、最後オリックスお願いします。森下選手広島。はい、いやいや、でもバレラ選手意外と集まってきましたね。もう後半出てきたんでね、そうそうは無理かなと思ってたんですけど、もう自然と3枚集まりましたねこれでね。まあ、S ランクも実装されてますんでね、ミキサーとかでもしかしたら取れるかもしれませんので、いいですね。はい、バレラ選手来ました。はい、3枚目です。それではゴールド契約書5枚いきます。1、2、3、4、5ですね。はい、できれば S ランク来てほしいです。いきます、お願いします。S ランク来い。んんないか。あーないな。はい、なさそうですね。うん、ないですね。はい、まあ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 いいです。はい、はい、ゴールド契約書5枚は全部 B ランクでしたね。はい、残念です。それでは最後に S ランク確率 10% 契約書プロスピーマーケットで交換したアイテムですね。これいきたいなと思います。これはぜひね S ランク来てほしいです。いきます、お願いします。 S ランク来い。んー、いやー渋いな。どうない、割れる。あー割れへんか。加藤選手、日本ハムですね。はい、まあまあまあしゃあないですね。まあ一応ね A ランクのランダムでバレラ選手、3枚目のバレラ選手がね来てくれましたんでね、まあよかったかなと思います。はい、まあ、バッティングトラベラーの方ね、まあ、1週間のイベントですんでね、まあ、最後タイムスリップ 33% の契約書ね、それでまあ中島選手できれば、まあ、TS やったらね、タイムスリップやったら中島選手、まあ、通常やったらオリックスの選手ね出てくれることを願って、頑張りたいなと思います。はい、はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、虎吉の無課金覇王ロードオリックス純正編でした。